さて、中国に到着しましたが、初日、超大雨、雷、すごい天気です。ホテルで傘を借りて、ちょちょっと夕ご飯を買ってきました。今回はちょっと趣向を変えて、いつもならマックのところですが、ちょっとケンタッキーに行ってみました。ケンタッキーのまずはペプシです。KFC ペプシ、まあ M サイズといったとこですかね、日本の。それからこれなんだっけ、なんか落ちた。ポテトが落ちました。これポテトです。まだ高いです。これかな。ケチャップが、ケチャップがついてますんで、ちょっと出しておきます。それから、これなんでしょう。これはデザートで買ってみました。やはりここに来たら当然エッグタルトです。まあ、こんな感じですね。エッグタルト、それから、まあエッグタルトは最後にして、気になるものをとりあえず買ってみました。チキン、チキン2ピース買ってみました。試しに2ピース。それから、何？チキンのバーガーを1つ買ってみました。ちょっといっぱい買いすぎましたが、まあ、適当に食べて適当に残すという感じで食べてみましょうかね。まずはチキン、まあチキンビデオというんでしょうか、マック風に言えば。で、ポテト、チキン2ピース、別に激辛でも何でもないやつです。それからエッグタルト、そしてペプシ。じゃあ、まあちょっと食べてみましょうか。どうなんでしょう。あまり日本でもケンタッキーは食べないんだけど、あ、冷てえよこれ。できてたやつですね、きっと。パサパサですね。まあ、うまくないね。ポテト。ポテトじゃ甘い。なんだろう、カラッと揚がってる感じで、これマックよりうまいかもな。
このチキンはちょっとピリ辛ですな。こんな感じです。ドレッシングなのかマヨネーズなのか、なんかものすごいいっぱいついてる。こんな感じです。で、チキン。チキンはこんな感じです。日本のとかアメリカのとかあんまり食べたことないんで、比べてどうかっていう感想はできませんが、まあちょっと辛くて、まあうまいかな。これはジューシーです。そしてエッグタルトもちょっと一口いってみましょうか。エッグタルトです。こんな感じです。パイ生地ですね。カスタードがまだあったかい。あ、うまい、うまい、うまい。これはいいと思います。これはいけます。デザートもいいと思います。ということで、